魔物の里で2番目に強いのは誰なんだ？そりゃ俺だろうな。
何かに使えるかもしれねえな。もらっておくか。中でも凶暴で火炎ブレスを吐いてきますぞ。腕で戦うのはおすすめしかねますな。王子、ブーストを切らすな。今は手を貸せない。
しゃ。魔物の里で2番目に強いのは誰なんだ。王子、今は手をお貸しできませんのじゃ。
ートですぞ。はい。ここで死んでもらう。やっ、かっこつかねえぜ。ほっほった。よっしゃ。いってて。ほった。そういえば、今の魔物の里って昔からあの場所にあるよな。わしの知る限り、引っ越した記録はありませんな。変わらずにあり続けるのは、しっかりした統治の証だな。王子、砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。分かってるって。王子、砂の中に潜ったぞ。出てくる場所に注意しろ。地面に大きな衝撃を与えれば引きずり出せるかもな。そういえば、今の魔物の里って昔からあの場所にあるよな。わしの知る限り、引っ越した記録はありませんな。変わらずにあり続けるのは、しっかりした統治の証だな。人間が変わりすぎなんじゃねえの。
確かここは王子が水を分けてやった人間の子供が住む家でしょう。なんでそれを。あいつら言いやがったな。ほっ、よっしゃ。キャン、よっ、ほっ。そのようだ。それにしてもこれは橋が落ちてしまって歩いて入り口には行けそうにないぞ。何か使わないと無理っぽいな。渡るための方法を探してくる。